ニューヨークの鉄道の拠点、グランドセントラル駅を紹介します。マンハッタンの少し東側、42丁目とパークアベニューにあります。現在の建物は1913年に完成しました。1日平均70万人の人が利用します。現在は北へ向かう長距離鉄道の発着地になっています。チケットボックスでチケットを買い、それぞれの目的地へ向かいます。標識をたどってゲートに向かうと、その先にはプラットホームが広がります。プラットホームは44面、67路線もの電車が乗り入れます。100年以上、人々の旅を支えているグランドセントラル駅です。